ちには滝があるみたいなんで行ってみますか。一番最初が17時40分まだめちゃくちゃあるな時間が。せっかくなんで滝を見に行きますか。釣り橋降下中です。結構揺れるな。普段ここにこんなに人がいるのかは分かんないですけど、今は結構な日本人も含めね、日本語も聞こえるし普通に英語も聞こえるし、皆さん見たいんでしょう。なんか雨降った後なんで寒いです。雨これから降らないことを祈りたいと思います。滝だ。何も知られてないんで、ここは何のスポットなのかわかんないですけど、また屋台みたいなのが出てきました。まあさすがにあれがウォーターフォールなわけではなかったですね。こっちでした。おーすごっ。まあでも滝って水が上から落ちてるだけだよねって思ってしまうのが良くないところ。なんかもうちょっと全体的に感情を持つ人間になりたいですね。滝の雄大さとかそういうのを語れる人になりたいですね。結構歩かされるんですよ。疲れちゃったな。まだ全然ね時間はあるんで、みんないるね。あーすごいですね。はい、ちょっと休憩中です。個人的にね滝に興味がなさすぎて、めちゃくちゃ時間があるんで見に来てるんですけど、本当に滝に興味がない。で一応魚眼で撮った滝の写真をどうぞ。多分バイトの子たちですね。手伝いするのか。というわけで広場の方に戻ってきました。もうすでに、ね、2時間前ぐらいなんですけど、南極で場所取ってる人が多いですね。意外とちっちゃいスペースでやってるんだね。結構もう場所は取られてて、そこが多分一番いい位置なんでしょう。さすがに取られますね。ここから耐えの2時間です。2時間待ってます。というわけで、というわけで、PC のスカイランタンフェスティバルはまだちょっと続いてるんですけど、まあ、あと5回ぐらいかな、ピンとか上がるやつがあって、でもまあ全部同じなので、一旦混む前にと思って抜けてきました。結構ね、おせんべいくれたおばちゃんがベストポジションを譲ってくれて、なんかいい位置で見れました。
なんでね、まあここから、町の方に戻って夜市に行きたいんで、夜市に行きたいと思います。なんか余興とランタンをあげる時間がと間が長すぎて辛いですね。結構出るのも一苦労って感じでした。また個人的に行きたい。ここから、町に戻って行きたいと思います。はい、そしてどうやって帰るのかは分かりません。とりあえずでも台北の方に行けばいいはずなんで、台北行きのバスかなんかを探したいですね。マジで疲れたわ。やっぱ2時間前からいないとベストポジションはゲットできなかったんで、2時間前からね、待ちくたびれてよかったなとは思います。お腹減ったんで肉まんみたいなスチームバンみたいなの買いました。30元だったんで、何90円ぐらいかな。マジでちょっとどうやって買えるのか分かんないから調べないといけないって感じです。ちょっと食べながら調べます。この肉まんマジうめえ。日本の肉まんみたいなんですけど、日本の肉まんみたいだけど味が濃いのかな。うまいっす。わかんないけどシャトルバスが出てそうなので、それにあえて乗ってみようかな。どっかの町まで行けるっぽい。よくわかんないけど降りろって言われてみんな降りました。メトロがあるのかな。ああでもこれが上がモノレールのメトロっぽいので、それに乗りたいと思います。ここからゾンシャロライン乗り換えます。ゾンシャロステーションです。まあ一回ここインタビューしに来ちゃったからですね。前回の台湾で夜市に来たところの近くっぽいっすね。こんな結構意外とない、いろいろ近いんだよね。さすがに今日日本から来たとは思えないレベルで結構あちこち行きました。ピクシーのスカイランタンフェスはね、あの前々から行ってみたいと思ってたんで、まあおばさんと仲良くなって場所譲ってもらったりとか、おばさんからおせんべいもらったりとか、優しい人がいてよかったです。で一旦ホテルに戻って荷物とかを部屋に入れて、そこから夜食を食べに行きたいと思います。僕は夜食という名の有料ご飯なんですけど、台湾人はすごい夜食が好きらしいです。部屋に着きました。なんかちょっと思ってた部屋と違うというか、新しいスタイル、なんていうの、この部屋の真ん中にこれがあって、こっちがトイレ、逆側が浴室かな、あ、シャワーですね。まあそれはいいでしょう。テレビも2個あるし、なんかちょっとよくわかんないけど、まあ狭いけど一人でね過ごすなら全然十分なレベルの部屋です。一旦荷物だけ下ろして飯を食いに行きたいと思います。あれった。はい、というわけでですね、せっかくなんで夜食という名の朝食を食べに、朝食じゃない、夕食を食べに行きたいと思います。このホテルの近くにねあったんで、もう結構眠いんで、サクッと食って戻ってきたいと思います。というわけで結局ルーローファンとなんかチャーシューみたいな、なんかとんかつもどきみたいなのと、あとビールを食べてきました。サクッと食べてもう戻ってきて、代わりにねファミマでお酒をサクッと買ったので、それを飲みながら、今日はほんま疲れたし、今日は一旦終わりにしてやろうと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。できれば高評価とチャンネル登録もお願いします。